登場のヨースボンバルディア CRJ700NG、機内アイベックスエアラインズ株式会社は、日本の地域航空会社。社名は、ヨーロッパに生息する野生動物アイベックスを由来と、するもの。この名称は、親会社の日本デジタル研究所が販売している、会計システムのブランド、JDL イベックスにも採用されている。地方都市を結ぶ路線を運行し、 地方経済の維持、活性化を目的として設立された。仙台空港、大阪国際空港を拠点に70人乗りのリージョナルジェットを運航する。航空券の予約、販売、発券業務を全日本空輸に委託。また、業務提携している ANA グループとの間での実り次のための時間調整、手荷物計装を行っている。 2010年9月30日登場分までは、運賃体系を ANA のそれに合わせたものとしているが、同年10月1日登場分からは、独自の運賃体系で発売している。なお、大半の便が ANA との共同運行便となっており、2010年9月30日登場分までは原則として、ANA 便としてのみ予約が可能であったが、 同年10月1日登場部により、自社便としての予約も可能になった。一部を除く東京、成田発着便においてもユナイテッド航空と共同運航便を実施していたが、COVID-19 に伴う航空需要の減退により、2020年10月24日を最後に、同社の東京、成田発着便は全面撤退となった。なお、過去には、 ANA マイレージクラブに加盟していたが、2010年9月30日をもって大会した。同年10月1日以降は、ANA マイレージクラブ会員が、ANA 便名で登場した場合に限りマイルが、積算される。結び丸 Z2019 年8月現在、日本の航空会社としては初めて、ボンバルディア CRJ を導入し、 JR の CRJ200 退役後は国内唯一の CRJ オペレーターでもある。大半の便が全日本空輸とのコードシェア便で運行されている。東京、成田発着便では ANA と同じスターアライアンス加盟のユナイテッド航空ともコードシェアをしていたが COVID-19 に伴う各国検疫体制強化により国際線乗り継ぎ需要が減退し、 2020年10月25日からの冬ダイヤで成田小松発着路線を運休。新たに鹿児島発着の大阪、伊丹、名古屋、中部路線を開設し、国際線乗り継ぎ路線から路線網の再編と体制の見直しを行った。2021年7月16日より就航を呼び、再開した新千歳福島線、松山線と、 仙台松山線及び同年8月2日より増便した仙台広島線の増便分については ANA とのコードシェアを行わない単独運行となっている。2021年7月16日現在。ありがとうございます。